バスキング中の緑ガメ、オカメと緑なんですけど、すごいですよねこれ、両足伸ばしてピーンとくつろぎすぎでしょ、くつろぎすぎ。ピンクマウスの L サイズをお尻からね飲み込んじゃう青吉くんです。青子が餌の様子を伺ってますね。人が見てる前ではねほとんど食べないんですけど、なんか行きそうな感じしますね。お尻から行っちゃうのかどうなのか、ちょっと遠いんでズームしてますんで映像が非常に悪いですけど、近づくとね食べるのやめちゃいそうなんで様子見てます。あ、行きそうだな。いや、どうか、行かねえか、行かねえのか、どうなのか。いや、めちゃくちゃ様子見てる。どのファジーマウスにしようか悩んでるのか、どうなのか。わあ、行きました、やった、やりました。あっち、わっち、ピントが合わない。ファジーマウスはもう余裕ですね。
ちょっとね部屋の明かりをかなり暗くしてるんで、色はねあんまり映ってないと思うんですけど、綺麗ですね。美しいぞ。2匹目完食。3匹目も食べました。完食です。すごい。わあ、艶やか。というわけで今回は飼育している青大将の食事の様子でした。ご視聴ありがとうございました。こっちが青吉。青吉はまだ全然色が入ってませんね。シルバーで綺麗です。こっちが昨日脱皮したばかりの青子ちゃん。かなり暗いですけど黄色が強く出てるのが分かると思います。脱皮したばっかりなんでね、鱗がめちゃくちゃ綺麗です。やべえなマジで。いい